天皇の森古墳は、京都府京都市西京区五両塚の越町にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。京都盆地聖園、桂川右岸の山裾に築造された古墳である。中世紀から、門徳天皇の御笹と伝承されており、古墳名の天皇の森や、周辺地名の五陵はそれに由来するという。 現在までに噴球を良好に依存し、1988から1989年度には発掘調査が実施されている。噴系は前方部が広がらない絵鏡式の前方五円形で前方部を南南東方に向ける。噴球は二段蓄積。噴球表面では不均一、視、葉に列が検出されている。噴球周囲に、 集合は巡らされていないが、集合様の長域区画が認められている。主体部の埋葬施設は未調査のため明らかでない。この天皇の森古墳は古墳時代中期初頭の4世紀末頃の築造と推定される。被葬者は明らかでないが、考古学的には桂川海岸を治めた有力者と見られている。古墳域は1922年に国の史跡に指定され、 現在は史跡公園として整備、開放されている。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。